今日は3月14日です。久しぶりにマスク転売についてお話ししようと思ってます。今日小売店舗や EC サイトなどで不特定多数の相手に販売するものから購入したマスクを購入した金額よりも高い価格でインターネットや店舗などに通じ不特定または多数のものへ転売することが禁止されたという、まあ、そういうなんか法案が通ったみたいですね。ただまあ、これでみんななんか転売や苦しんでるんじゃないかなっていうふうに思ってるかもしれないですけど、全然こんなの関係ないと思いますよ。僕はマスク転売してませんよ。してませんけど、もともと僕は背取りもしてたし、まあ、こういう転売みたいなことはしてなかったんだけど、まあ、そういうことをやってる人も気持ち的にはよくわかるし、そのどういう気持ちでやってるかとか、どういうことを考えてるかっていうのは一応調べたりとかしてたんで、わかってるんですけど、こんなのは何の役にも立たないと思います。まあ、政府はこういうのをやって一生懸命やってるよっていうのを示したいだけかもしれないけど、実際これでは止まらないと僕は思ってます。まあ、なんか最近もうほんと2日ぐらい前ではホッチキスの芯に付属してマスクを売ってるみたいな、ホッチキスの芯っていう名称で販売をしたりとかしてると思うし、送料については対象外っていう話も出てるし、まあ、例えばね、今回そのマスクの転売について禁止したよとかって言ってるんだけど、じゃあ何ですかね、なんかこの電卓とこの電卓とセットでマスク、例えば電卓を1万円で売ってて、この横にマスク10枚プレゼントしますって書いてあったらどうなるんですかね、これって。だから結局その個別種類での規制っていうのは僕は止まらないというふうに思ってます。これいいか悪いか論じゃないですからね。その現状このマスクの転売が止まるかどうかっていうことにフォーカスすると僕は止まらないと思っています。なのですごいこう腹が立つ気持ちは、まあ、前も言ったんですけど分からなくはないんですけど、実際その転売屋を規制するっていうことは買う人がいる限り止まらないというふうに思っています。なのでこれ転売がいい行為か悪い行為かっていうふうなのはそれはもう倫理観の問題であって、まあ、今回その転売は禁止するっていう法案が通ってるんで違法にはなると思うのでダメなことにはなると思うんですけど、実際はそれを規制できる状態かどうかっていうのは普通に考えたら難しいと思いますよ。もう本当大っぴらに僕今日これからマスク転売しますとかって言って、これ5000円で買ったやつだけど50万円で売りますとかって言えばそれはもちろんすぐ捕まるんだけど、じゃあ実際そのマスクいくらで買ったんだとかそういうのを調べるのも相当大変だと思うし、いつ買ったのかどこで買ったのかとか価格はいくらで買ったのかなんていうのは相当調べにくいことだと思いますし、まあ、実際そのマスクを売ってないっていう体でねやってしまったらマスク法案っていうのはね通り抜けれるんじゃない、マスクを通過するフィルターになっちゃうんじゃないかなと思いますし、まあ、送料についても、一定金額超えるものは該当する場合があるっていう話も出てますけど、まあ、それもおそらく無理でしょう多分。なのでまあ、マスク転売やめてほしいなって思う気持ちはあるかもしれないけど、もうマスクに触れるのを、まあ、僕がこうやって言っちゃってるけど、まあ、僕マスクいらないし、マスクしたことを本当に人生で片手数えるぐらいしかしたことないから息苦しくてあんまり好きじゃなくてね、マスクなんで、マスク欲しい人は本当に欲しくないふりした方がいいと思いますよ。そしたらしばらくしたら転売屋もマスク売るのをやめて価格は落ち着いてくると思うので、マスク欲しいなと思えば思うほどマスク欲しくないふりをした方が価格はすぐに落ち着くと思います。なんとか欲しがるんで、みんなどうしてもね高くしちゃうっていうところがあるので、まあこれはね、僕は決して転売屋マスク転売屋の人を応援してるわけじゃないんだけど、僕はそのまあ前もお話したんですけど、物を売る中にもいろんな売り方があって、みんな転売とかって言うけど、じゃあみんながそのアマゾンで買ってるものも全部あれ転売ですよ。ほとんど多分8割7割は転売じゃないですか。アマゾンなんていうのはもうほとんど自分のところで商品は売ってないので、アマゾンの商売っていうのは物を売るとこじゃなくて物を売る人にそのスペースを貸してその手数料で儲けてる、あと配送料ビジネスみたいなところ倉庫業とかね、そういうところで手数料取ってるだけで物を売って儲けてる会社じゃないので、皆さんがもしも仮にアマゾンを使ってるんだとしたら皆さんは全員ほとんど転売屋から物を買っているということになります。ヤフーオークションももちろんそうだし、メルカリもそうだしね、基本的に世の中の今の日本の物流の中で物を買ってる人っていうのは基本全部転売屋から買ってます。なのでそのマスクに特定してやるっていうのは、今回コロナのことがすごい流行ってるのでマスクにね、みんなこうふざけんな転売屋しねえみたいな感じで言ってますけど、
転売屋を止めるってことは日本のその物流とか EC コマースっていうのを全てストップさせることに近い意味になってるので、なかなかそれを規制するっていうことにすると他のところにも影響がしてくるんじゃないかなっていうふうには思っています。なのでね、これいいか悪いか論っていうと、結局そういうことをするやつはダメだとかね、感情論でそのマスクが欲しい人がいるのにそういう人に手が届かないとかっていう話になるんだけど、これは現実現状の世の中のその物の売買とかそういう流れ方を知っているんであれば、これを規制することが不可能だってことはおそらく法案を作った人も僕は知ってると思いますよ。ただ他と言ってその国民の方から何やってんだと、なんで規制かけないんだっていう声が怖くてやってるんじゃないのかなっていうふうに僕は推測していますけどね。まあ、仮に僕がマスクを転売しようと思ったら、この法案に引っかからない方法でやる方法なんていうのはいくらでもあると思いますよ。あんまりそれはあえて言わないけど、さっきそのプレゼントにつけるなんていう話もそうだと思うし、まあいくらでもあるんじゃないですかね。まあ多分この個別法案なので、マスクの転売を禁止するっていうだけなので、それ以外のことについては特にまあついてないのでね。まあ送料ですらも通ってるってことは、まあおまけでつけるなんていうのはマスク無料であげますと。マスク無料であげますけど、何がいいですかね。じゃあうがい薬を1万円で売りますと。うがい薬を1万円で売ってマスクはプレゼントってやったら、マスク0円なんですけどいいんですかね。確かなんか500円で買ったやつを500円で売るとか、10万円で買ったやつを10万円で売るのは OK って書いてあったんですけど、じゃあ500円で買ったものを0円でマスクで売ってるけど、その代わりうがいが1万円とかやったらどうなるんですかね、これ。まあそれも可能性としてはね、犯罪になる可能性ありますよって言われるかもしれないけど、まあおそらく僕はどうなんでしょうね、現状では大っぴらにやってる人以外はこの法案でこう引っかかる人っていうのはいないんじゃないのかなっていうふうに考えてますけどね。はい、まあでも本当にあのマスク欲しい人には渡ってくれたらいいと思ってるし、コロナにねかからずに、まあコロナ以外にもウイルスにかからずに風邪にならずに健康なことが一番いいと思ってますけど、あまりこのその転売屋のことが腹が立つから、マスクが手に入らないのが腹が立つから、今回のことでうまくいくんだって思いすぎないように、しっかり自分でね、その入らなかったとしたら他の方法を考えるっていうのは大事なんじゃないかなと思っています。はい、現在ヨーロッパがね一番コロナウイルスのパンデミックエリアということが発表されていましたが、引きこもりの森本には一切関係ありませんね。ということで、では。